バーグ、昨日も後半活躍しました。この背番号25番のルイスバーグ、児玉、選手点はどちらか。スリーできた、入りました。ルイスバーグからヘソンに、ここからの位置決まった。流れを変えられるかなら、柳川、無墓地に、ここからジェームス、そして無墓地に、長身の無墓地決めていきました。昨日に続いて今日も活躍を見せていますアダムス。あ、ここはしっかりとこの18番の、2019年には関西学生選手権のアシスト王にも選ばれました。パスセンス抜群という藤沢がそのまま決めた。そしてキャプテンの宇都にボールが当たります。この位置から、あ、しかし決まりません。最後はジェームスが決めていきます。リースバーグ、飯田に、ヘソン、スリー決まりました。さあここは19番のウィルソン、一人旅ダンク決めていきました。ここからしっかりとこうウィルソンが一人旅、最後ダンクで決めていきました。柳川から19番のウィルソン、ヘソンがついている、振り向いて決まりました。合いません。さあ長いパスから最後は背番号0ジェームス、香川ボールになります。ヘソン、そして最後リシャードソン、思いっきりダンクを決めていきました。ここはジェームス、強い当たり、そして9番の板橋、しっかりとスリー決まりました。ジェームスから左サイド、この板橋へのパス、そしてウィルソン、藤沢に、藤沢が持ち込んで振り向いて決まっています。今日はこの藤沢も好調です。板橋がつく、そしてリチャードソン、ボールダンクも決まりまして、ジェームス3決まります。クリスチャン・ジェームス3が決まりました。